カワポンです。明治大学の5つの学部の主管者速報になります。1月18日現在の数字で英語4機能方式は除外した数字になります。結果はご覧の通りになります。前年比おおむね 50% 前後となっています。政治経済学部のみ学科によって進捗に差が出ています。政治学科は前年比 39% と少し出遅れていますが、2023年度に志願者が増加しましたので、その反動かもしれません。また、更新します。ありがとうございました。